皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県の学校情報です。富士宮市にあります清涼中学校、この清涼中学校の入試の情報をお伝えします。清涼中学校は静岡県東部で人気のある私立中学校です。前半部分で入試について、後半部分で入試の説明会について、この順番でお話しします。まず募集の定員2クラス60名です。入試がちょっと特徴があります。1日型、2日型、こういうタイプがあって、さらに2科目型、4科目型、4科目型は、選択制になっていると、こんな入試のタイプです。1日型試験は1月8日または9日に受験します。2科目型は国語算数面接、そして4科目型は最初のタイプが国語算数社会理科面接、2つ目のタイプが国語算数社会英語面接、さらに国語算数理科英語面接と、こういう3つのタイプがあります。それに加えて想像力型試験というのもあります。これは1月の9日の日に行われます。総合問題、作文、面接、これが試験科目で、面接はいずれも個人の面接、生徒自身、生徒だけの個人面接、このようになっています。では2日型の説明に移ります。2日型の試験です。1月8日土曜日と9日の日曜日、2日間試験を受けるタイプです。これも2種類あるんですよ。まず1日目と同じ科目で2日間受験するタイプです。1日目が2科目型で受けたら、2日目も同じ2科目型で受けると。1日目が4科目型だったら、2日目も同じ選択の4科目型、これで受験します。そして1日目2日目いずれか得点の高い方、そちらのテストで合格不合格を決めるというものです。このタイプは面接は1月8日土曜日に行います。もう一つのタイプ、1日目に2科目型あるいは4科目型、これで受験して、2日目には総合力型の試験、それと面接を行う、こういうものです。こちらは面接は1月の9日に行います。では入試の説明会、こちらに移ります。入試説明会の情報です。この入試説明会、事前予約制になっています。日にちは12月4日の土曜日、時間は9時30分から11時30分です。内容、こちらは各科目の入試ポイントの説明、出願手続き、入試後の手続きについて、親子で確認、入試当日の動き、個別相談、このようになっています。この清涼中学校受験しようと思っている人、やはりこう入試はねちょっと特徴があるので、この個別相談会、入試説明会、こちらには行った方がいいと思います。今回は清涼中学校の入試情報についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。